可憐な人よ、ぜひご覧ください。それでは皆さん、よろしくお願いします。会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。角田市から来ました角田稲瀬組です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。七夕の瞬く星に祈りして。夜空に瞬く天の川、その川のほとりで天の神娘織姫は毎日美しい旗を織っていました。ある日、織姫は天の川の岸辺で彦星と出会い、二人はやがて恋慕うようになり、そしてこう言ったのです。おお、アンデルや体を忠告せや、離れにしてたな。二人を離れ離れにしたのです。織姫に会いたい、こんなにもこんなにも、なのになぜ。神は互いを思う愛しさを知り、こう言ったのです。おお、一年に一回や、7月7日の夜にが働いちゃないや。こうして7月7日の夜、天の川を渡り、二人は再会するのです。天が来たよ、これより天の仕組みだ。晴れ渡った空にキラキラ輝く天の川、7月7日の七夕にあなたは何を願いますか。Yeah!
がとうございます。